貴様です。1月26日金曜日の朝6時相場解説になります。今日はね、もう間もなくですけども、8時30分に日銀政策決定会合の要旨が発表されます。まあ以前ね、日銀の植田総裁の会見でおおむねその方向性は決まってますので、大きく乱れることはないと思いますけども、もしかしたらね、あれから一部修正などねあるかもしれませんし、あとはね、憶測報道っていうのもやっぱりつきまといますんで、それによって相場のドル円っていうのがね、乱高下する可能性があるかなっていうので、一応ですね、午前中はしっかりと様子を見ていきたいと思います。まあ、おおむね9時半から10時半までで、大体の今日の方向性は決まると思いますので、それが決まったら、あとはテクニカルでいいと思いますけども、ただやっぱりね、先週、先々週に引き続いて、まあ、最も難しい曜日っていうのが金曜日っていうことには変わりありません。まあ、普段から金曜日がね、最も難しいんですけどね。その中で、週間取引をされている方、どうですかね。上昇の勢いが抑えられて、この1週間、上にはほとんどいかないけれども、下にはまあまあ大体進んでるよねってところは見て取れると思います。で、長期的に見ると、これは上の方に戻っていくと思いますけども、短期的には下落。これは一貫してお話ししましたけども、その通りになったでしょう。ということで、148円台でスタートした今週だったんですけども、147円、146円の方向に今ね、ずっとおおむね行ってる段階で、週間取引は、まあ、勝ち越すことができるんじゃないかなと思います。そしてほとんどの方っていうのは、FX オリガルヒの方とかね、それから速稼塾の限定動画をご覧の皆様、ね、別に週間取引してないと思いますんで、デイトレードの方を見ていきましょう。で、今日はですね、大きく下がった中でも下髭を出して上の方に戻ってきている、そんな昨日、一昨日、2日間だったと思いますね。下に行く勢いっていうのは、まあ、消されてはいるんですけども、だからといって上の方に行くかといったらそれもないということで、かなり圧縮した値動きがここに展開されているかなっていうのが1週間です。で、それを4時間でまとめていくと、こんな形になるんですけども、さらにですね、同じところに凝縮しちゃって、まずは1点目。ここに抵抗体を赤でずっと書いてるんですけども、これをもとにレンジオプションというのが今週はずっと組まれておりました。で、それが決壊して下の方向に行って戻ってきたのが以前のレンジオプション、四角い箱と同じところにね、戻っていくのかと思ったら戻らない。で、抵抗体に弾かれて下に行くのかなと思ったらそれもないと。抵抗体に絡んで今ね、釣り合ってる状態なのがここで見て取れるってことになります。それをさらに大きく見たのがこの1時間ですね。で、この1時間、8時30分の日銀の発表があるでしょ、用紙の方が。あれの後に大きく乱れるようでしたら、どっちかのマーケットに行くことが、それでもね、見当がつくんですよ。こっちに向かうのか、こっちに向かうのか。そうなると対処ができるんですけども、あんまりね、発表があっても動かないんじゃないかなと思ってます。で、本当に動かないかどうかってことは、なんですか、報道と、その報道を受けての多くの投資家さんがどっちに動くのかを見ないと何とも言いませんのでね。だから9時半から10時半の間まで観察することにはなると思うんですけども。さあ、それからですね。今の段階ではそのぐらいしか言えませんので、じゃあ、ここでエントリーしましょうっていうところまでは見えません。ですけども、どのぐらいの時間で判断すればいいかってことがわかりますんで、9時半から遅くても10時半。ね。最大遅くても午前中にはまとめられるように見ていきましょう。ではですね、今日、できればワントライしたいですね。そんなところでまた後ほどお会いしましょう。それではお疲れ様です。今週もお疲れ様でした。